これメイキングに使えますからね。はい、私は顔がついちゃうの恐れがありますよ。気をつけないと。ちょっと入れさせていただきますよ。体操したよ、私、ね。いいですか？うん。はい。いいですか？大丈夫よ、大丈夫。取っていってしょ。違うよ。ああ、映っちゃったけど。メイキングしました。姉の大好物の。またちょっと待って。ちょっとおかしいでしょ、それ。何よ。あ、俺って書いてある。すごい、ほら。ね。なんていうの、今日はっていう。今日まだ今日。だからあんたこの油って。顔パかぶすようにしてるから。大丈夫だよ、顔。あ、そう、いいですね。ちょっとなんか。なんだっけ、回ってた。誰も見てくんないし。今日は。あ、ち、間違えちゃった。もうちょっと。いくよ。はい。こんばんは。もう。こんばんは。今日はリスカのスーパービッグチョコの紹介をします。これ姉の大好物ね。お菓子屋さんでお取り寄せしていただきました。本当かよ。20枚入り。じゃじゃーん、好き。一枚ちょっと取ってみてもらえますか。これこれですね。知ってます？駄菓子屋さんとか、まあお菓子屋さんで売ってるやつで、なぜか姉はこれが大好物ということ で今から食べてもらいたいと思います。でこれがなぜ好きかっていうのをちょっと教えてもらいたいんだけど。美味しいから。え、ほんと。でこれと似たチョコがあると思うんですけど、それではダメなんですかね。ダメです。味が違いますね。味って味が違うとは。サクサクまろやかチョコ、チョコの味が違うとか。チョコも違うし、その中のなんコーンでできてるんだかなんか分かんないですけど、元の部分、あ、そうそう、パフですね。パフの部分の味も違うし、初め騙されました。違うやつね。そうです。これに似たやつね。飛びついて、あ、ここにも売ってると思って買って食べたら、あれ味が変わってると思ってパッケージを見たら名前もその出してる会社も違って、あ、違うものがあるんだと知ったんですね。そうです。で、この商品名と出してる会社を覚えて、これしか買いません。でこれじゃないとダメと。ダメです、ダメです。だからこのさ、トータルした時のサクサク感とかが違うってこと？チョコの味と。味が違う。味が違う。味が違う。高級チョコでとかではもちろんない。で、駄菓子屋さんで売ってるようなものっていうのは失礼な言い方だけど、もう一個の方は、あ、駄菓子屋さんのだなっていう感じ。あ、まあ言っちゃったら大味ってことですか。そうですね、そうですね。これも大きいですけど。それはですね、一応あの名前がほらビッグチョコだから大きいですね。はい。でこれは実際ちょっと大きいですけど、はい、食べてもらいたいと思います。あ、ちょっと今お腹が減ってないんですけど、あの美味しく食べるにはやっぱりちょっと大好物なんですよね。あ、はい、大好物ですね。はい。で実際これ箱買いでもらった時嬉しかったですねっていうかびっくり。あ、こうやって売っているんだ、すごい。まあ、こうして箱買いもできるんだってことでしょ。
でも実際自分で買うかっていうと、そこはまたちょっと、うん、もらうから嬉しい。あ、びっくりしました。今嫌だったのかな。いや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 、あの、うーん、ドラッグストアでちょっとあのお買い得になってるのをちょこちょこって買うのが、はい、楽しみみたいなね。そして、あの、だから自分ではドーンと買えない。買えない、買えないっていうのは別にケチケチじゃなくてでしょ。うん、そうですね。だからなんか、なんだろう、自分で買う大好物のこれを楽しみの一つが、うん、お菓子屋さんでちょこちょこっと買う。あ、そうそうそうですね。あ、で、あ、終わっちゃった、またあるかな、あったみたいな感じかしらね。でこれはだからもらって嬉しい、あ、箱でもらうのは嬉しい、大量にね、びっくりびっくりびっくり、ね、はいはい、ふんってそれ冷めてます、ちょっとなんでしょうね。でもこの美味しさは分かりますよね。いや、あの、好きですけど、そうですね、こういうチョコ、そうですね、和紙、チョコスナック、ただこれじゃなきゃダメっていうのは正直ないし、このビッグスネールはちょっとあんまり選ばないかもしれない。食べづらいそうだし、これはだから、あの、かぶりつきません。私は折って食べます。言っちゃいましたね。言っちゃいましたね。ちょっとやらされるのが嫌かなみたいな。ああ、じゃあここカットしちゃいますね。そうですか、うん、やだよね、やだよね、あの、こぼしちゃうかもしれないんで。だからそういうのがさ、うん、私はちょっとやだ、このビッグチョコどうかなって思うんだけど。あ、でも、あ、だから味が好きなんでしょ。あ、そう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 。で、これがたった、だけどこれが例えば一口サイズでいっぱい入ってる袋とかがあった時に、うん、うん、魅力に感じたかっていうと、それはちょっと自信がないかも。だからこれのこの形状であって、で、うん、あ、美味しい、すごい大きい、食べ、なんか食べ応えがある、こんなにある、美味しい、そう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 、そうかもしれない。で、あの、なんかシミチョコみたいに、あれも美味しいけど、シミチョコみたいに袋に入ってて、 あ、ね、あの、一袋食べちゃうぞっていう勢いの感じとはまた違うかな。あ、なるほどね。はいはい、そうですね、うん。おしまい。顔が見えちゃいますよ。あ、まだやってんですか。ええ、いつまでこれ続くんですかね。姉ちゃんが大好物のリスカスーパービッグチョコ、今から食べるよ。今から実際食べるようです。食べてよ。取れません。これいつものように食べてもらって構わないです。あ、じゃあ折ってもいいのかな。大丈夫、いけちょっとね、ちょっと難しいんですよ、今と。一回出してみましょうかね。いつも出しません。あ、ちょっと、いつもで。あ、ちょっと下にもっと向けてもらって、顔が。あ、いつもは全部出しません。おお、こういう、皆さん知ってます？そうですよ。あ、いいですね。そうですよ。ちょっとバウムクーヘン焼いてます風ですね。はい。ちょっと初めに、ちょっとモグモグしてもらって。もう、折らないで。でもそれちょっといいですか。口元はちょっと映っちゃうと思うんです。なんか、なんかもう、なんか顔を映したいくらいなんですけど。はいはい、食べてください。おいしい。うん、何を、うん、でもその折らなくてもいいんじゃないですか、うん、ね、うん、これは好きで、これが大好きで食べる醍醐味ってそれだと思ってたんだよね。もぐもぐこぼしちゃうのが、うん、嫌なので、このおばあちゃんがおせんべいの袋の中でおせんべい割るみたいに食べてました ね、え、袋開ける前に、そうそうそう、開けてちょっと先をこうちょっと折ってで食べる。
あ、初めに全部おるんじゃなくて、そうそうそう、食べたら全部割って、そうそうそう、そうですね。このまま食べても思ったよりこぼれないってことに気がつきましたね。じゃあいいですか、やってもらって。何のですか、このまま食べるってこと、うん、大丈夫ですよ。この方がか、何が美味しいんだろうね、これね。美味しい、すごい本当に美味しいのよ、ね、だけど自分でなんで美味しいのかがこう証言できないですね。なんだろう、このパフ感、ただ好きと、ただ好きっていうんだよね。なんだろうね、あ、ミルクチョコが大好きなんだけど、あ、これミルク、あ、そうですね、ビターではない感じ、甘い、ですよね、それのビターって。そうですね、そうですね、うん、今ビター流行ってるので出るかもしれないですよ。その中のパフパフは硬いの、ハード系、うん、うん、ソフトカチカチではないって感じね。うん、あ、だからさ、ふがしよりは硬いけど、なんだろうね、チーズあったじゃん、カール、あー、カールっぽい、カールとも違う、細かい感じ、なんだろうね、なんかカールはキューって感じじゃない、キューって、うん、そうではない、あ、ちょっとこの気泡みたいなのがある、あ、あ、なるほどね、柔らかくはないんだけど、なんどうでしょうね、もも姉さん、割ったらダメよ、ビッグチョコなんですけど。すいません、ちょっといつものでやっちゃいました。うん、うん、うん、満足感がすごいかも。ああ、うん、うん。でも一個一枚食べれちゃうってこと？そうですね。一回で食べちゃいますね。あ、あ、でも2本目を1回に食べようとは思わないけど、2本目を、まあ、あ、だから2本続けてこう2本3本とか、まあ、1枚食べて満足、まあ、そうそうそういう感じですね。でいつも煽って食べてて半分残しとか残しとこうかなと思うけど食べちゃう、ついつい食べちゃう、そうそうそう、止まらない、やめられないって感じです。食べちゃいます、ちょっと歌って、あ、それはちょっと、結局食べちゃいましたもんね。はい、あ、いただきました。うん、ごちそうさまでございました。美味しかったです、はい、またあの機会があったらこれ送っていただけるととても嬉しい。はい、喜んで、はい、あの夏の時期はちょっとダメだそうなので、そうですね、はい、あの寒い時またお待ちしてます。ちょっとタイトル言ってもらっていいですか、だっけなんだっけなんだっけなんだっけ、もぐ姉さん、何、もぐ姉さんなんだっけ、な、何はダメよ、もぐ姉さん、割ったら、あ、そっかそっか、え、もぐ姉さん、割ったらダメよ、ビッグチョコ、ちょっと言ってくださいね、顔はね、はい、はい、ありがとう、はい、ありがとうございました、美味しいですよ、はい、ダメだ、面白い。